沖縄県栄大山公園は沖縄県那覇市に位置する運動公園である。沖縄県初の運動公園として1959年6月に開設された。また、毎年10月に開催される那覇祭り、沖縄の産業祭りの主会場となっている。時間帯によってそれぞれ異なるが、平均的には陸上競技場が8000円程度。 野球場が5000円以内、水泳プールが2000円程度となっている。なお、これは使用料であり、一般で入場料を取らない場合の料金である。詳しくは東稿園の公式サイトを参照されたい。陸上競技場1970年8月31日、会場。主な開催イベントは、那覇マラソン、沖縄県。 グラウンドゴルフ大会、那覇祭り、1997年の1000万人、ラジオ体操、みんなの体操祭などである。サッカー球技場建設計画について2013年2月、那覇市は陸上競技場を J リーグクラブライセンス制度の施設基準を満たす、サッカー球技場として建て替える方針を表明した。この時点では、収容人数2万人、総工費約130億円。 2016年度の着工、2019年度の供用開始を見込んでいた。なお、那覇市内に陸上競技場がなくなることについては、ハエバル町の黄金森公園陸上競技場と本スタジアムを漁師町の住民が相互に利用することを可能とすることで、那覇市、ハエバル町の間で合意した。2013年4月26日、この計画に対して、 沖縄陸上競技協会は陸上競技兼サッカー場として整備するように求める要望書を那覇市に提出した。また、那覇市内に陸上競技場があることが陸上競技やスポーツの振興につながるとコメントしている。2014年3月までに那覇市はサッカー競技場として整備することを決定。2015年4月、那覇市は 全体計画策定費として1280万円を予算化するとともに全体計画策定業務を委託することが明らかとなった。なお、施設の収容人員は最大2万5000人、屋根付きの4階建ての構造となる見込み。2016年9月、沖縄県はスタジアムの建設計画を公表した。建設予定地は 奥竹山公園内の陸上競技場、サブグラウンドなどの約5.7ヘクタールの土地であり、収容人員は2万5千人の税番企画となる見通し。なお、総事業費は約218億円で、着工が2019年度、完成が2021年度、2022年度の供用を見込んでいる。2017年10月に、 沖縄県が発表した整備基本計画によると、サッカーやラグビーに対応した球技場として、地上を6階建て、延べ床面積は47,500平方メートル、収容人員2万人、開業は2023年度の予定で178億円の総事業費の財源として、沖縄振興特別推進交付金の活用も検討している。また、大型映像装置、 VIP ルーム、立体駐車場を設置するほか、外壁にデジタルサイネージ、フットサルコートも設ける予定としている。野球場沖縄県土木建築部大山公園大山武道館、建設以前には沖縄県立大山公園体育館という施設があった。武道館は奥竹山体育館を取り壊した後に建てられたものである。 沖縄県における指定管理者制度導入施設、一覧、大山、サッカー専用に、陸上競技場建て替え。琉球新報。2014年2月2日閲覧。サッカー専用再高を、大山の兼用を求める。琉球新報。2014年2月2日閲覧。大山陸上競技場建て替え工事は30年度。沖縄建設新聞。 2015年5月21日閲覧。那覇市、提案協議で、業務委託、大山サッカー場全体計画。建設通信新聞。2015年5月21日閲覧。J1 企画スタジアム建設、2.5万人、収容、19年度の着工を目指す。日韓建設工業新聞。2016年9月19日閲覧。J1 企画。 那覇に2万人、スタジアム23年開業予定、多目的施設に、琉球新報、https r ロン y u k y u s h i m p o j p スラッシュニューススラッシュ entr-y-594716.html2017 年10月29日閲覧。abcde、アクセス。沖縄県営大山公園。 2018年8月19日閲覧。ありがとうございます。